はい、皆さん逃げろ聞いていただきました。なんかこの曲かかってる最中にこうあずささんとレムさんと話してたらなんか皆さん意外な真実が見えてきて、あずささんがなんか酒癖が悪いみたいな。ここら辺あずささんなんか酒のエピソードちょっと語っていただいてもいいですか。お酒癖が悪いっていうか、はいはい、お酒を一回飲んだら止まらなくてずっと飲んで、はい、最終的にベロベロになって、はい、ゲロ吐きまくっちゃうっていう。それはなんか止められないんですか。自分でこれぐらいにしとこうとか思わないでどんどん飲んじゃって。いや止めれるんですけど、はい、なんかその場のノリが楽しくて、あ、はい、ぐいぐいいっちゃいますね。それなんかレムさんの手がなんかどうのこうの。そうですね、なんかいつの間にか隣でくっついてきたなと思ったら、はい、いつの間にか膝に、膝に顔が、あとなんか、はい、あれ寝てるなって思ったんですよ、はい、そしたらなんかいつの間にかバッて起き出して、はい、起き出したと思ったら私の上になんか噛みついてきて、あれ凶暴に、あれであずささんのこと、あずささんのこと、そのまにか腕周りが歯型がついてて、はい、あれ黄色いんですよ。そして次の日覚えてないんですよね、多分あずささん。いや、ありがたいことに記憶ないので、はい、おお。と悪魔ですね。あ、でも酒を結構好きなんですか。あ、もう大好き。あ、大好きなんですか。そうすると結構大変ですよね、メンバーの方も。困っちゃいますね。わあ、そこはちょっとあずささんの来年の課題ですよね。いや、うん、そう、いやでも噛み癖がすごいので。そうなんですね、これは止められない。耐久つけてもらって。そっち。はい、私たちも皮膚強くしていかないと。あ、うん、そうですよね、もう噛まれちゃうから。うん、そうですね。それはじゃあまあさておいてなんですけど、藤井陽平のこの志が立つ話ってところで、お二人の志なんてものも聞いていきたいんですけど、この志っていうのはどうですか。お二人なんかあったりしますか。この使命感。そうですね。はい。怒涛の1年だったでしょうね。そうです。うーん。今後の志としては、はい、落ち着いて、はい、一つ丁寧にしてやっていくことからです。あ、なるほど。落ち着いて丁寧にやっていく、はい、うん、これは何か日常生活とかそういったの全般おいてですよね。そうですね、やっぱりどこかに出所するとどこかがおろそかになるってことはないように、はい、全て丁寧にやっていきたいですね。うん、その丁寧さっていうのはファンの方々とかにもこう手堅くこうなんか声援もらったら返すみたいなところもあったりするんですか。やっぱりそうですね、必ずリプライいただいたら、はい、まずリプライ返したいですし、はい、なんか良かったよって声いただいたらそれに答えられるようにまた次の動画とかも出したいですし、はい、そういったところにつなげていきたいです。あ、なるほどですね、うん、そうするとあずささんどうですか、はい、志っていうと。志、まあ、目標なんですけど、はい、お金無駄遣いせずに、はい、あのちょっと贅沢してあの暖房つけれるぐらい贅沢できるぐらいお金貯めて、はい、であとはもうみんなで楽しく生きていきたいです。あれ今暖房とかないんですか。あるんですけど、はい、ちょっと電気代取られるのでつけずに極寒の中生きてます。すごくないですか、あずささん。これレムさんちょっとなんかかわいそうですよね。なんかちょっと、はい、東北生きてくの大丈夫かなって感じました。あ、いやそうですよね、うん、大丈夫なんですか、あずささん体調的に。もうすごい元気に。あ、なりました。元気にお酒飲んで生きてます。それ飲まないでそこまでつけましょうよ、そこは飲まないで逆に、うん、じゃあまずはそういったところがあずささん目標ということなんですね。はい、ことですね。お二人こうやってアイドル始めて何かステージとかそういったところには立たれたりしてるんですか。自分はまだ研究生という立場なので、はい、まず知名度とかだったり、はい、あの歌とかダンスとかを練習して、うん、はい、みんなに見てもらえるぐらいになれるように頑張ってるとこなので、あ、なるほどですね、ステージ立ったりとかはまだないですね。
あ、そうなんですね、はい、なんかこの間来たアイドルの方で練習がちょっと厳しすぎてこうついていけない子もいるとかって聞いたんですけど、そういったところは大丈夫そうですか、あすたさん。いや、もう忍耐力だけはあるので。あ、本当ですか。あれ、あ、我慢強いとかそういったところはあるんですね。ありますね。なので目標のためにだったら全然頑張ります。おお、なんかすごい応援したいくなりますよね。素晴らしい。素晴らしいですね。おお、レムさんはどうですか。私はステージっていうかスタジオになるので、はい、場所が、はい、なのでまあちょっとカメラマンさん側から、はい、ちょっと撮りたいですって言っていただけるように、はい、今目指していまして。ああ、なるほどですね、はい、何かモデルとなって誰かこう撮ってもいいって人を集めるみたいなところですか。はい、どっかに起用していただけるようにとかっていう面をちょっと増やしていきたくて、はい、絶賛ダイエット中です。でも今日社長もいらっしゃってますけど、あれじゃないですか、あのアイドルの方で自分でこう営業して仕事を取ってくるって人もちょっと聞いてたんですけど、お二人はそこまでの領域をやらないんですもんね、営業とかっていうところは。そうですね、でも、はい、それこそ SNS、Twitter、TikTok がもう自分たちを知ってもらう手段だと思うので。あ、なるほど、うんうんうん、だからそこを力入れていきたいってことですもんね、はい、なのでぜひお仕事をいただけたら本当にありがたいなって思います。じゃあせっかくなのでここであの Twitter のアカウントとかこう検索すればいいっていうのをおっしゃっていただいてもいいですか。はい、はい、まずあの事務所のアカウントがありまして、はい、大文字でちょっとリリアって検索していただくと。大文字でリリア。はい。ですね。はい。で、まあ、アットマーク PR リリア2と、はい、数字の2と検索していただくと、はい、事務所のアカウント出てきて、そこから私たち4人の、あの4人、普段 TikTok 載ってる4人のアカウントがあの見れますので。おー、じゃあリリア、あの、アットマーク。アットマーク PR。アットマーク PR、はい。リリア。リリア。2ですね、数字の。リリア2。はい。じゃあそこから TikTok とかを見れるっていうことですね。そうですね、全て飛べるようになってるので、ちょっとそこからぜひチェックをしていただきたいですね。うん、だって今後の活動に目が離せないですよね、多分いろいろやってかれて来年以降は。はい、うん、だってあつささんだって研究生で終わらず、そこからデビューっていうか、はい、アイドルになっていくっていうことですか。なります。おお、すごい心強い。なんかなりますっていう断言。なります。あ、うん、本当にそうですね。そうするとでも歌って踊れたりいろいろあれですよね、そういった元気とか感動とかを与えれるように自分を高めていかないといけないですもんね。はい、うん、ぜひ頑張っていただきたいですね。頑張ります。うん、 M さんもそういった、はい、まあ、感じでそのカメラマンの人たち、はい、なんか撮られていきたいのを、もっと何か違うなんか仕事というか、う、何か違ったものもしたいものとかもあったりするんですか。あ、そうですね、やっぱりあの自分 の、 そのダンス生かしていきたいので、はい、やっぱりその、まあ、動いてる動画、はい、まあ、コスプレとかっていうとあの静止画がほとんどなんですけども、はい、ぜひ動画を撮っていただける方にお仕事をいただきたくてですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあこれ聞いてる方で何かそういう TikTok だったりダンスショート動画とかレムさんの撮ってもいいよっていう方いらっしゃったら連絡とかいただければっていうことですね。あのアニメのエンディング、オープニングの再現ダンスがいろいろあったりとかするので。あ、そうなんですか。そういうのできたりするんですか。そのとかちょっともしリクエストをいただくと、頑張って精一杯練習して目に近づけるように動画とか撮っていただけたら嬉しいなと思って。あ、なるほどですね。それで今回今日の藤井陽平の志が立つ話、あの本日が今年2022年の最後になりますので、なんかお二人に、そうですね、あの一応今抱負とか語っていただいたんですけど、もう一度何か抱負最後におっしゃっていただいてもよろしいですか。あつささんからそれではお願いします。抱負ですよね。はい、もう最後の、はい、お酒に飲まれず、お金を貯めて、はい、皆さんに愛されるような人になります。お、頑張ってください。レムさん、じゃあお願いします。はい、ちょっと具体的な数字になるんですけども、はい、ツイッターをまず1000人フォロワーにしたいので、はい、皆様ぜひ、あの今隣にいる黒飛びあずさとリンドウレムですね、はい、名前検索していただいてフォローをお願いいたします。それとあの先日ですね、あのリリア、まあ自分もリリアなんですけど、あの YouTube 撮影してきたので、それもアップされたら皆様ぜひ見ていただければと思います、はい、
そこにもリンク貼っておきますので、あの、あずささんとレムさん、チェックよろしくお願いいたします。お願いします。それでは本日の番組にご感想ある方は、ストーリーアットマーク fm-t.net、 ストーリーアットマーク fm-t.net、 こちらまでリリアだったり藤井陽平に何かこう感想ある方はいただければと思います。それでは本日は黒飛びあずささんとリンゴレムさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。